セシル・テイラーはアメリカ人のピアニスト、詩人。クラシック音楽に基づく教育を受けているが、テイラーは一般的にはフリージャズの先駆者として認識されている。テイラーの音楽は極めて旺盛な生命力や勢力を感じさせるものであり、また肉体的存在を意識させる方法論、複雑でかつ即興によって作り出された音、塊として聞こえてくる音階。 極めて複雑な服装リズム、こうした要素が特徴だと考えることができる。テイラーのピアノ演奏の技術は長らくパーカッションに例えられてきた。例えば、88個の異なる音階に調整されたドラム図と表されたりしている。また、テイラーは現代音楽の素養を持ったアートテータムなどと言い表されて起きた。セシル・テイラーは、 ニューヨーク市のクイーンズに生まれた。母の励ましによって幼少期から音楽を始め、ピアノを始めたのは6歳の時であった。1950年、テイラーはボストンからニューヨーク市に引っ越した。スティーブ・レーシー、ビュエル・ネード・リンガー、デニス・チャールズとカルテットを結成して活動を始めた。テイラーは音楽のカレッジに通った。また1952年からは、 ボストンのニューイングランド音楽院にも親戚の家から通った。ニューイングランド音楽院においてはピアノ科に席を置き、作曲、編曲、化声学を学んだ。この時期、ヨーロッパの近代クラシックと現代音楽に親しんだ。1955年、最初の録音がボストンにおいて行われ、ジャズアドバンスとして発表された。同作はトム・ウィルソンによる初プロデュース作品でもある。 1958年10月には、ジョン・コルトレーンと共演して、リーダーアルバム、ステレオドライブを録音したが、後に、コルトレーン名義の作品、コルトレーンタイムとして再発された。1960年代初頭には、キャンディットレーベル録音を残している。後に共演を重ねるアルトサックス奏者のジミー・ライオンズとの初共演は、 1961年9月のギルエヴァンスのアルバムイントゥ・ザ・ホットの録音であった。テイラーがフリージャズにおいて強烈な個性を確立したのはネフェル・ティティ・ザ・ビューティフル・ワン・ハズ・カムからであった。1966年にはブルーノートレコードに代表的なアルバムを残している。1970年代以降はソロピアノ・トリオ、 ビッグバンドなど多彩な編成で活動を行っている。1973年に初来日し、各地でコンサートを行った。5月22日、新宿厚生年金会館大ホールで行われたライブは、録音され、秋先ラとして発表された。1988年、6月から7月にかけて1、か月間コンサートをベルリンにおいて開催して、 FMP レーベルに1一枚のアルバムを残している。ベルリンにおいて1999年まで開催されていたフリージャズのライブイベントトータルミュージックミーティングにおける演奏を録音したアルバムとして1989年、1996年、1999年のものの計6枚がある。2013年度の京都賞思想芸術部門を受賞した。 2018年4月5日、ニューヨークブルックリンの自宅で成居。89歳坊津。死因は分かっていない。中山康樹は、セシル・テイラーは、フリージャズ以前から、変わった文体を持っていた。つまり、セシル・テイラーこそが、フリージャズの創始者の筆頭であったと評している。アイダー・アキラは、ギル・エヴァンスの1962年のアルバム、イントゥ・ザ・ホットも、 セシル・テイラーのアルバムと捉えている。1973年5月22日、新宿厚生年金会館大ホールにおける公演の観客席には日本のフリージャズピアニスト山下洋介がおり、テイラーの演奏に衝撃を受けた。2007年に両者は共演をしている。日本のジャズミュージシャン大谷の王もファンであることを公言しており、自身のソロアルバム、 ジャズ・アブストラクションスには、テイラーの代表作、コンキスタドールをサンプリングした楽曲が収録されている。ピアノに加え、テイラーはバレエダンスにも興味があった。テイラーが若い頃に亡くなった彼の母親は、バレエダンサーであり、ピアニスト、バイオリニストでもあった。1977年、1979年には、ダンサーのダイアン・マッキン・タイアと共同。また、 1979年には12分間のバレエ、テトラ・ストンプ、エアチン、レイン・イン・スペースを作曲、演奏した。テイラーは詩人でもあり、ロバート・ダンカン、チャールズ・オルソン、アミリ・バラからの影響を受けている。自作の詩を演奏に用いたり、自らのアルバムのライナーノーツに掲載したりしている。チャイナンピスには詩の朗読も収められている。ABCD フリージャズピアニストのセシル・テイラー氏、死去89歳。スポニチアネックス。スポーツ日本新聞社。https、www.spanickycojp、エンターテインメント、ニュース、2018、04、08、記事、2018万 407S0004100414000、Chtml2018 年4月8日閲覧。 ユイ・ショウイチ、後期の巨人たち、ジャズの歴史物語スイングジャーナル社、1972年12月。ミダー、クリストファー、ジャズ、ザ・ベーシックス、ラウトレッジ、ピアニッシモ、150、中山やすき、セシル・テイラー、ジャズ・アドバンス、ジャズの歴史講談社、講談社アルファ新書、1980年、63ページ。アイダー・キラ、現在進行と過去完了。 イントゥーザホットと60年代のセシル・テイラーについて、なし崩しの死への覚え書きと断片鑑賞著作集に、月曜者2013年、354から362ページ。山下洋介、セシル・テイラー三月の終わり、ピアニストを笑え。新潮社、新潮文庫、1980年、75ページ。ありがとうございます。